どうも朝岡園芸です。今回は3分でわかるポトスの水出しを伝授します。ポトスを育ててみたいけど自信がない、そんなあなたもこれを見れば大丈夫。おしゃれで簡単なポトス、ぜひチャレンジしてみてくださいね。それでは行ってみましょう。どうぞ。まずは長く伸びたポトスのつるをカットしていきます。かわいそうって思うけど、切った部分からまた新芽が出てくるので安心してください。株元からカットしてあげると新芽が出てきた時にまとまった姿になりますよ。次に器に合わせて茎の長さを調整していきます。一つの器に数枚入れたいので同じ長さになるようにカットしてください。次に余分な葉っぱをカットしていきます。器に入れた時に安定するように茎が底につく長さにしたいので葉柄全体をカットします。なるべく下の方でカットしてあげると綺麗に仕上がりますよ。早く体力を回復させたいので茎から出ている根っこは切らずにそのままにしてください。あとは器に水を入れて馴染むように調整してあげてください。数日で葉っぱが起き上がり根っこも動いてきますよ。置き場所は寒くならないリビング、ダイニング、キッチンなど人が生活していて快適なところで楽しんでください。水はこまめに2、3日に1回程度変えてあげることをおすすめします。根っこがたくさん出てきたら暖かい時期に土に植え替えてあげると立派な鉢植えになりますよ。これだけできればあなたも簡単にポトスを楽しむことができますよ。お部屋にグリーンを飾ると雰囲気が明るくなり心も豊かになります。ぜひポトスでほんのひとときの癒しを感じてくださいね。このチャンネルでは朝岡園芸で生産している観葉植物をビギナーの方に分かりやすく説明していきます。観葉植物をおしゃれに簡単に育てていきたいと思っている方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、コメントなどいただけると励みになりますのでよろしくお願いします。またインスタグラムの方もやっていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。では。